金が足、札幌関、札幌関。西、海洋丸、海洋丸。東方、大関、札幌関、札幌市出身、百合ヶ原庄兵衛。西方、海洋丸、東前頭四枚目、江差町出身、函館兵衛。呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲は椿睦子オフィスのご協賛を頂戴いたしております。平成23年9月10月場所中日5日目の結びです。横綱を目指している大関札幌関、ここまで3勝1敗です。なんとかこの中盤から終盤にかけて1敗で優勝戦線に残った状況で終盤7日目以降を迎えたい、そういったところであるでしょう。そういう意味ではこの平幕に絶対に落としてはいけません。さあまずこちらご覧いただきましょうか。札幌関であります。浴びせ倒し、今日も出るかどうか。相手が海洋丸、こちらも浴びせ倒しが得意ですが時折引き技も見せてきます。さあ解説は田中さんです。はい、この対戦ですけれども、まあ横綱というね、そういったまあ大きな挑戦をしているんですけれども、札幌関ここで負けるわけにはいけませんからね。ここで取りこぼすようではいけませんね。ここはなんとか勝って白星をつなげていきたいところですね。特にまあ今優勝争いはトップでね、全勝力士が2人いますから、はい、そういう意味ではもう追いかけていかなくてはいけませんからね。そうですね、まあトップのこの大関陣2人を追いかける意味でもこの平幕に負けることはできないですね。前回対戦、先場所一度だけ対戦がありましたけれども、浴びせ倒しで、札幌関が勝っていますね。ですので、まあ、はい、引き技だけ要注意ですかね。そうですね、まあ、海洋丸結構うまさがあるので、浴びせ倒しじゃないところがあるので、まあ、札幌関もちょっと気をつけていかないと墓穴を掘る形になるかもしれないですね。そうですね、まあこの横綱への挑戦ですけれども、まあ目安っていうのはあるんですけれども、やっぱり文句なしになるにはね、優勝あるいは準優勝、そうですね、絶対条件ですよね。もう優勝争いにはもう千秋楽まで絡まないとダメですね。ですからこの辺りで負けてしまうともうかなり厳しい状況になりますからね。そうですね。さあ結びです。中日5日目の結び、左は札幌関、右は海洋丸です。海坊さんはご覧になって今札幌関の様子いかがですかね、近くで見て。まあ今日も気性の荒い感じで、浴びせ倒しがもう今か今かと。あ、そうですか。もう待ってる感じですね。もうだからもう立ち上がりからターンターンっていきますねそのキレが欲しいですよね。そうですね、ゆっくりいくと危ないですよね。危ないですね、引かれちゃいますね。海洋丸はここまで2勝2敗できています。中日5日目結びです。大関札幌関は負けられません。制限時間いっぱい、両者見合って強引のぐらい、ぶつかりました、突っ張り合いになった、突っ張り合って引いていった、引き落とし、海洋丸海洋丸の勝ち。札幌関の綱取りは極めて厳しくなりました。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として海洋丸の勝ち。上から座布団を投げないでください、そして上からタックを置かないでくださいドンって音がしました
しかもちゃんと立ったのにびっくりしましたこいつ立てば立てんじゃんと思いました普段からちゃんと立ってほしいんですそうでしたねこんな時だけ立ちました解説田中さん、いやこれはタックがけしからんっていうことですよということで、はい、ドンって立ったんですねこれはでも今の引きに落ちてしまうのはけしからんそうですねちょっともろかったですね今の相撲はもろかったです。軽くふやって言っちゃいましたね。これで厳しくなりました。厳しいですね。残りは全勝してあとはもう他力ということになりますね。そうですね、自力ではもうダメですね。ねえ、はい、改めてこちらご覧いただいて、そしてインタビューもしましょうか、この後海洋丸にインタビューといきたいと思いますが、うん、綱取りやはり難しいんだなというのがこういうところで分かりますね。いや海洋丸はでも見事でした。いやいつも、まあ、本当特徴が出た上手い一番でしたね。海洋丸勝って3勝2敗としています、札幌関敗れて3勝2敗です。いや皆さんからもね、コメントいただいておりますね。ありがとうございます。焼きみりもさんありがとうございます。これまた田中さんの解説通りということでね、ありがとうございます。猫Qさんも、あ引かれちゃった残念札幌関。ことぶきさん、海洋丸ここしかないタイミングでの引き落とし。マサさん、札幌関に土がつく波乱。オブヤンさんも座布団を投げてくれてます、ありがとうございますゴスマニアさん、今の引き落としは綺麗すぎる、ありがとうございます。そうでしたね、本当綺麗でしたね。さて準備できたでしょうか放送席大関を破りました海洋丸関に話を伺います。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。絶妙なタイミングでした。いや、そうでしょう。狙ってました。狙ってましたね。あ、そうですか。ええ、まあ、先場所浴びせ倒しで敗れていただけに、そのイメージっていうのはやはりありました。そのイメージ、そういうの待ってたらできないんだよ。あ、そうですか。ええ、もうでもタイミングなどはしっかり測って。タイミングね。はい、それはもうね、二人の出来事だからそうですよね。それもタイミングはもうやっぱり二人の出来事ですもんね。もね、もうね、あ、それおっしゃる通りですね。そうそうそう。これで、今場所はまあ平幕での取り組みだったん、取り組みが続いてるんですけれどもね、3勝2敗、今後の抱負など聞かせていただけますか。そうですね、今後は大統領になろうかと思ってますよ全然相撲のことを聞いてるんですけど。あ、そうですか。はい、いや、大統領って、ね、狙ってるなんか力士って、うん、もう聞いたことあるな、まあいいや、まあ聞いたことあるけど、まあいいや、うん、まあ、あんまり早くやめないでくださいね。いや、やりながら両立、大統領と力士の両立を目指しますちゃんと喋りましょうよ今後も期待します。ありがとうございます。放送席どうぞ。いや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 、この札幌関の綱取りを、まあ、今のコメントにもある通り軽く粉砕してしまったという感じがありますね、田中さん。そうですね、なんか田中真紀子さんみたいな感じなんですねそうなんですね本当ね、これで優勝争い、このようになってますね。全勝が2人になりました。大関の清田のんちゃんと東くんです。まあ大関陣の2人が突っ走っていくのか、あるいは1敗力士が5名ですね。そうですね、追いかける5名がというところになりますが、ただ大関が盤石ですね。かなり今場所は、今場所はそうですね、この2人を追いかけていくというのは大変になりそうですね。そうですね、今までのような展開にはちょっとならなそうですね。ねえ、まあですからこれからまあ対戦が残っているワンパクあたりがですね、はい、この上位陣をどう崩していくか、まあ、上位陣というか、う、ね、まあ、大関の同じ大関の、ね、2人をどう追いかけていくか、はい、そういったところに、まあ、一つの注目が集まるのかなというところですね。そうですね、はい、あと、まあ、やっと手書きで出てまいりました、カスカビアンですね。すいません、思いっきり手書きです、いやいや、私の責任ですからね、カスカビアン、あと実はいっぱいで篠呂山もいるんですよね。あ、そうなんですね、はい、ですのでね、あ、すいません、このあたり、まあ盛り上げてほしいところでありますね、平幕勢もね、
というわけで中日5日目の取り組みお送りしてまいりました。この後、生放送をご覧の方は6日目もどうぞご期待ください。牛乳パックで神相撲平成23年9月10月場所はいよいよ中盤の山6日目の取り組みを迎えます。どうぞご期待ください。実況担当私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主、そしてゲストとして田中はい番付編成員取り組み編成員の北海道清水町からお越しいただいております田中さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後6日目の取り組みもゲストに来ていただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。中日5日目の取り組み終了しております。前哨は大関の2人、このまま2人のマッチレースとなっていくのか、どうぞ今後もご期待ください。この辺りでお別れいたします。6日目の取り組みもご期待ください。さようなら。